皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もストリートファイターデュエルやっていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画なんですが、皆さん無料で超激レアキャラもらいたくないですか？はいはい、もらいたいですよね。うん、っていうか私は欲しい。ということで無料でもらえるんです。なのでみんな一緒にイベント頑張りましょう。はい、ということで本日は、こちらの運命のタロットについてねやっていきたいと思います。なんとですね、こちらのイベントしっかりしていただくとですね、交換でこちらのローズやこちらのジュリを手に入れることができます。超激アツなイベントなんですね。はい、なので、こちらのイベントに関してね、皆さんにちょっとお話ししていくんで、よかったら最後まで見ていってください。はい、ということでやっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まずですね、この運命のタロットなんですが、イベント終了までが12日間になっております。おそらくですね、この動画が投稿されている頃にはちょっと日付も変わっていると思います。はい、ですがね、皆さん頑張っていただければしっかりと、ゲットすることができるんで、みんなで頑張りましょう。はい、ということで、このイベント、どうやって進めていけばいいのかと申しますと、基本的にはですね、こちらに書いてあるんですが、デイリーミッションや、モールで、タロットの神秘を獲得することができるということです。で、それを獲得してですね、こちらですね、占いをすることができるということで、要はガチャなんですね。うん、でガチャを引いていろいろ当てていこうっていうやつなんですが、で、報酬に関してはこちらになっております。こちらのラインナップが、必ず当たるようになってますんで、まあね、ファイターの強化とか、ガチャのコインとか入ってますんで、ちょっと欲しいものがあったら見ておいてください。でですね、問題は交換のアイテムですよね。そこが一番問題であるということで、こちらこのタロットの神髄っていうのが、こちらがね大事なアイテムになっております。これを集めることによって、あの激レアキャラたちとね、交換することができるということです。はい、でちなみにこれはどうやったらたまるかっつったら、こちらの占いを10連することで、この50もらえるわけですね。占い10連でタロットの神髄が50個もらえるということを覚えておいてください。でジュリとかローズ交換するにはどれぐらい必要かというとですね、こちらをご覧ください。450で必ずゲットすることができます。はい、なのでですね、90連することで必ずゲットすることができます。問題はこちらのタロットの神秘をどうやってゲットするかということなんですが、こちらをご覧ください。まずミッションですね。それとモール、モールは確か課金だったね。うん、課金でゲットできますね。もう一つ下の期間限定のモールも、こちらも課金になっております。つまり課金じゃないとゲットできねえじゃんって思うじゃん。ですがこのミッションがあるので、このミッションです。ここのデイリーミッションで手に入れることができます。はい、なのでしっかりとデイリーミッションをやっていただきたいんですよ。うん、で、結局どこでもらえるのかと言いますと、この上の宝箱ですね、こちらを見てください。こちらにですね、しっかりと、タロットの方が入っておりますので、しっかりとね、一番最後まで、ゲットしていただいて、全部ゲットすると、タロットが、270枚もらえます。すごい中途半端ですよね、270枚って。そうなんですよ、中途半端なんです。で10連するには300必要ということですね。はい、なので、その辺のことは覚えておいてください。でおそらくですが、このイベント期間を見る限りですね、無課金で交換しようと思ったらキャラクター1体っていうのが限界なんじゃないかなと思っております。多分そうだと思うな。12日間しかないのに、それだけ必要ということで、無課金では1体ですね。はい、厳しいことになっております。なのでですね、今回こちらのローズかジュリーどっちがおすすめかっていうのをね、ちょっとお話ししておこうかなと思います。あくまでヨッシーの観点のお話なので、参考までに聞いておいてください。はい、ということで、
まあこちらの2人ですね、どちらがおすすめかと申しますと、まずその前にですね、この2人のキャラの特徴をお話ししていきましょう。まあ、どういうキャラなのかですね。まずこちらのローズなんですが、ローズっていうのは割とサポート系のキャラクターになってます。はい、なのでしっかりとこのアシストのキャラになってます。なので、まあ、パーティーで言うと、まあ、一番後ろの方に置いておくキャラかなって感じ。うん、どういうことができるかっつったら、味方をねかなり強力にしてくれます。はい、で HP がすごく高いのが特徴になっております。でプラスね、敵に対しても、デバフをかけれるということ、うん、そういった感じのキャラクターということを覚えておいてください。なのでまあちょっとサポーターが欲しいなって思う方はですね、ぜひねローズを交換するといいと思います。ちなみにこちら、これが市販タイプになっております。皆さん市販タイプの意味は分かりますか？うん、こちらも特殊な陣営なので軽くお話ししておきます。はい、ということでこちらをご覧ください。市販ファイターは魔王以外の任意のステータスとして陣営ボーナスを解放することができるということになっております。つまりですね、市販ファイターっていうのは他の陣営になることができるんです。ただし魔王ファイター以外ですね。はい、そこはちょっと覚えておいてください。なのでまあ自分が組みたいパーティーの邪魔にはならないし、まあ、むしろね合わせてくれるんで、かなりプラスなキャラクターっていうことは覚えておいてくださいっていう感じのキャラクターが、ローズになっております。はい、もう一人のジュリなんですが、はい、ジュリはこちらですね。こちらはですね、魔王陣営のキャラクターになっております。僕的にはですね、やはりこの魔法陣営っていうのが強い印象がありますね。うん、まあベガちゃまも強いっていうのもあるしね、独自のこの陣営バフっていうのがあるじゃないですか。それが非常に強力なんですよね。はい、こちらをご覧ください。魔王ファイターの場合は1体で、ディフェンスボーナスプラス 15%、 まあ1体でもこの能力です。で2体入れるとスピードプラス10ということで、まあ、このゲームでは非常に重要な、スピードをプラスしてくれます。スピードに関してなんですが、ね、どういったものかというと、行動順が速くなったり、攻撃頻度が多くなったり、ね、必殺技のゲージを貯めやすくなるということなんで覚えておいてください。はい、そういった観点から割と僕的にはジュリがおすすめになってます。でキャラクターとしては、アサシンになっているので、まあ、後ろの方からね、しっかりと、ダメージを与えていくキャラクターになってます。なのでこのベガちゃまと合わせたりとか、まあ、さらにねベガちゃまいなくても魔王一人でも全然完結できるんですけど、まあ、そういったキャラクターとして使いたい方はね、ジュリを手に入れることをおすすめします。まあ、ヨッシー的にはジュリがおすすめなので、ジュリをゲットすることがいいかなと思っております。ただねやはりこの2つのファイターすごく迷いますよね。できれば2つとも欲しい、本当に欲しいだけど、本当に手に入れようと思ったら課金しないと無理なので、うん、まあ、そこはちょっとね諦めて、1体にしましょう。はい、その他ですね、いろいろなイベントが来ております。この14日成長とかね、これも激アツなイベントになってますんで、皆さん頑張ってクリアして、報酬をいただきましょう。超豪華だよね。うん、マジで超豪華なんでね、絶対もらっておきましょう。はい、であとはですね、このドラフトね、うん、こちらもあります。ぜひね時間がある方はこれもやりましょう。これもねめちゃくちゃ報酬が美味しいんですよ。はい、皆さん見てください。まずデイリー1回するだけでガチャ1回分もらえます。超激アツです。で、こちら実績ですね。実績でドラフト対戦をすることによって、たくさんねコインがもらえますんで、ガチャが引けますんで、ぜひやってください。まあ、そんな感じのミニゲームになってるんで、ぜひ遊んでみてください。はい、ということで、まあ、近所のイベント的にはこんな感じですね。あとは豪気を待っているヨッシーなんですが、石を貯めております。はい、もしね豪気が来たらガチャを引いていくんで、よかったらそちらの動画も見てください。はい、ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。